おぽよちゃーん、今4号線走ってるよ。でこっからさ、小橋通りに曲がってくる。こっち来るの久しぶりだね。本当にね。そうでもないか。あ、この間来たかな。でも本当久しぶり。だいぶ明るくなってきたよ、ほらね。だいぶ明るくなった。今日のとこはほんとさ、いつぶりだろうな。1ヶ月、もう2ヶ月ぶりぐらいかな。ね、もう何回も行ってるとこだからさ、全然平気。よいしょ。おお、ケーキが怖いよ。お前どこ入る？おんま。おんま。なんちゅう運転するんだバカだれ。ねえ、ほんとにね、信じらんない。よいしょ。これね、上行くとどこ行くんだろうね。わかんない俺。行ったことない。あ、あるかな。いや、ないな。多分ない。よいしょ。お、なんだ。ヒッチハイク、ヒッチハイクかしら。なんか今手挙げてなかった。ね、自分の車だったら乗せてあげるけど、このトラックは乗せたらダメだよ。よいしょ。ね、ここまで来たらどんぐらいだろう。30分ぐらいで着くかな。もうちょっとかかるか。ね、よいしょ。なんかトマトジュースが飲みたくなった気分。なんでかって、わかんない。多分、体がね、血を求めているのかな。違う！野菜を求めているんだ。じゃあ野菜ジュース飲もう。ね、でももうさ、フォートマートでお買い物してきちゃう。だからね、今日はもうコンビニ寄らない。でっかいジャスミンティー買ってきたからさ。これならいっぱい飲める。ちっちゃいやつだとすぐなくなっちゃうから。よいしょ。でっかいジャスミンティー飲もう。ね。とりあえず無事現場着いたら、ジャスミンティーで、乾杯、ね。よかったね。さっきのとこね、取らなかったけど、この4号線のほら手前の方にさ、あの昭和、あ、トンネルか、昭和通りっていうのかな、わかんない、なんからしいけど、あのトンネルがね、狭くて怖いね。だいぶ慣れたけどさ、この通りもね、この先ずーっと行くとさ、右カーブギュンってしてて、信号あるとこで、ほら右カーブだから、後ろほらね、後ろがビューってさ寄ってくるのにさ、あの右折ラインがすげえギリギリだからね、すごい危ない、怖いね。だから気をつけていきましょう。よいしょ。だってさ、なんか今日すごい寒い。やだね。ほらもうジャンパー着てるんだけど。
寒いから。ね、風がね、風が超冷たかった。風が超冷たい。オリジン弁当。オリジン弁当はあったかい。あ、オリジン弁当。カツカレー、カツカレー食べたい。あ、カツカレー、そっか、次にまたカレー作ってさ、ねえ、とんかつ買ってきたらカツカレーできるじゃん。カツカレー、カツカレー食べよう。カツカレー食べましょう。そうそうそう、このガードビューンってくぐってさ、あの次の信号の右カーブがね、超怖いところ。あ、もうちょい先か。その信号のもう一個先だ。もう一個先。ここね、ここ、この右カーブがさ、今日ほら左車いないから行くと、右側超怖い。あ、俺今日カメラの角度が右ミラー映ってないかも。俺だから左車入れるとき注意しないとさ、左も寄せらんないし、右側はね、ほら内輪差で薄ズラインの車ガガ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 ンってドミノ倒しになっちゃうから大変だからね。ね、じゃあもうとりあえずこの辺でもう終わりにするからね。さっきほらね、4号線から曲がってすぐさ、無下品な軽貨物にね、ハワイ寄せされて割り込まれたから、もう見つけたから切るね。安全運転で参りましょう。ヘラちゃん、お疲れちゃん。あ、対向車の人バレたかしら。知らない。終わり。もうすぐ着くよ。これここ右にビョーンって曲がってね。お、なんだ。なんか喋ってる。ビョーンって曲がってすぐ着く。これ前のコンテナがこれ、これ短い方ね、前のやつ。これね、あそこ字見えるかな。上から3列目ティアーって書いてあるところね、2185KGS。 これコンテナの重さが 2185kg だから、この空っぽの20の短いコンテナ、空っぽの状態で 2.2 トンもあるんだね。オラホの車2台分じゃないか。どうしてくれよ。ね、あ、やべ、ぶつかっちゃうよこれ。ね。信号3回目でやっと行けるかな。もうほんとね、すぐそこでよ、もう。玄関に。この時間だとやっぱ混むね。ね、あ、車途切れたか。よいしょ、そのまんま矢印。よいしょ。あとはこの道路沿いなんだけどさ、あのナビセットしないと俺いつもさ通り過ぎちゃうんだよね。なんかね、すげえ分かりづらいの。坂を登って下ってって先だったと思うんだけど、なんかね、なんかすげえ分かりづらくてね、何回も飛び過ぎちゃうからね、
調をセットしてつくようにね。よいしょ。ライトいらないか。もう明るいね。2キロだって。じゃあ2キロだからもう消すね。ね、もう2キロでもついちゃうからですからね。すごいね。昨日も天気良かったけどさ、今日も天気いいじゃん。あ、やばいよ。本当にそろそろ着くから消す。ね、本当にそろそろ着く。じゃあアディオス。グッバイ青春。銀髪ついたよ。なんか朝ね、明るくなったね。朝チーズバーガー、ポートストアでね、チーズバーガー食べたんだけど、なんか足りなくてお腹空いちゃったからさ、どっちを、今日はね、シンプルにほら、おぎなりさんだけのやつ。なんかお昼来るだけでもいいか。なんかお腹空いた。あ、これ食べよう。なんかね、わかんない。大きな、卵デニッシュ、ほら、美味しそうじゃない？あ、待って、なんかパンかけてる。あ、これなんかパイ生地じゃん。美味しそう。俺パイ生地のやつすげえ好きで、あ、これ絶対美味しいやつだね。だからさ、お稲荷さんはお昼にとっといて、ね、お稲荷さんお昼にとっといて、これ食べようね。今日これどんぐらい、1時間ぐらいでおろし終わるかな。でまたポコーンとおろしって、今日はどうなんだろうね、仕事ね。昨日結局3時ぐらいまで待機して、1本だけ倉庫にほら入れたコンテナを終わったか見に行って終わったから、それボーンって返しに行って終わった。ほら、見て、これ、ここなんか、見えるから、ここ、かけちゃったの、これ。ねえ。これ、2円分ぐらい返金してもらわないと。ここ、かけてんだけど、2円分かけてんだけど。あ、ちまって。ほら。下にかけら、あ、なんか待って、今見えた。下にかけらが落っこってたね。勘弁してやろうか。あ、美味しい。あ、やっぱ。あ、違う。パイ生地じゃなくて、なんかあれ。落ちた。あれ。パイ生地じゃなくて、クロワッサン。そう。うん。クロワッサンみたいなやつ。そう。クロワッサン、そう。そう。俺、クロワッサン大好きなの。パン屋さんとか行くとさ、これちっちゃいさ、なんかほら。5個ぐらい入って200円とかさ、300円のやつあるじゃん。もっと安かったっけ。ああいう、クロワッサン大好きなの、俺。ね。思い出した。そう、だから、アップルパイとかもね、昔食べれなかったんだけど、アップルパイも今大好き。ね。ああいうパイ生地とかクロワッサンのこういう、香りがいいよね。大好き。なんかソースついてない。ね。とりあえずパン食べてさ、眠いから少し寝よう。ね。昨日早く寝ようと思ったのに、なんかなんだかんだ結構遅くなったって。9時半過ぎてたかな。で、普
布団入ったんだけど、なんかさ、なんでだろう、昨日なんか寝つけなくてね。俺基本的に寝つきいいんだけど、なんか珍しく寝つきが悪くて、うん、まあでもね、多分1時間も起きてないと思うんだけど、結構寝れなくてね、ずっとモゾモゾしてた記憶がある、ね、だから今日はちょっとだけ寝不足ってほどじゃないけど、ちょっと寝不足だから、これ食べたら寝るね。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ダメ。じゃあ気が向いたら続き撮るね。お疲れちゃーん。あ、うん、電子今鳴ったよ。何？わかんない。じゃあお疲れちゃーん。またね。